ヨハネによる福音書第3章31節から36節、賛美歌は352番です。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え。喜び歌って御前に進み出よ。しれしこそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民。主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの地なる神様、ペンテコステの主の日を迎えることの許されましたことを感謝いたします。あなたが御霊なる神様を私もの間に使わせてくださりました。そのおかげで私たちはあなたと共に、主と共に生きることができます。主の御言葉を聞き、主の御業を信じることができます。そのすべてがあなたが使わせてくださった御霊なる神様のお働きによることであることを信じます。もし御霊なる神様が共にいてくださらなければ、私どもの言葉も技も虚しく、教会は何もできないはずです。そしてこの世界もまた無秩序、混乱の中で絶望することしかできません。しかし私どもは今生きる私どもを、あなたが御霊なる神様のお働きによって支え
導いていてくださると信じるのです。だからこの世界もどこに行くかわからない世界ではなく、御国、御国に向かう世界であると信じるのです。ペンテコステの恵みを共に喜び祝うことができますように。今はここに共に礼拝に集うことができないでおりますけれども、しかし御霊なる神様の働きによって主を頭とした主の体に作り上げられているその喜びを共にすることができますように。それは西東京教会という一つの教会に与えられている恵みではなく、主の名によって建てられているすべての教会に与えられている恵みです。その恵みを共に分け合うことができますように。そしてその恵みは務めと結びついています。教会が教会に与えられた務めを果たすことを喜びとすることができますように。今この時、私もはさまざまな困難と戦っています。戦うべきものを見据え、あなたからの助けによって戦い抜くことができますように。また今この時代、さまざまな混乱や争いの続いていることを思います。特に心を痛めるのは、聖書の舞台であった地が今なお多くの血の流される地であることを思います。それぞれに自分たちの主張こそ正しいと言い合いながら、ミサイルが飛び交います。どうか人間の正しさを超えて、あなたが備えてくださる道を歩くことができますように。人間の頑固さや弱さを乗り越えることができますように。離れた地にある私どもが、しかしなお何を成し得るのか祈りつつ歩むことができますように。この国が多くの国にとっての支えとなる、使える国であることができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新約聖書ヨハネによる福音書第3章31節から36節まで、新共同訳聖書新約聖書168ページ。ヨハネによる福音書第3章31節から36節。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。今ご一緒に耳を傾けましたヨハネによる福音書3章31節から36節において、御子主イエスキリストが私どものところに来てくださったことによって、私どもに与えられている恵みが告げ知らされ、また信仰として言い表され、証しされているということができます。31節から36節まで新共同訳聖書では鍵括弧でくくられています。誰かの言葉、そうするとこれは誰の言葉だろうかという議論があるのです。
バプテスマのヨハネがこのように主イエスキリストについて証をしたのだろうか、それとも主イエスキリストご自身がご自分のことをこのように告げ知らされたのだろうか、あるいはヨハネによる福音書を書き記した者が自分のまた教会の信仰の告白としてこのように言い表したのだろうか。このような議論は大切かもしれませんが、しかし今日はむしろそれよりもこの言葉が言い表している御子主イエスキリストが私のところに来てくださったことによって私どもに今も与えられている恵み、その内容を知り、またその恵みを今受け取る、そのことに集中したいと願います。31節に上から来られる方は全てのものの上におられる、そう言われています。上から来られる方、上というのは天、神様のところ、神様のところから来られる方、御子イエスキリストは全てのものの上におられる。そして32節では、この方は見たこと聞いたことを証しされる。御子イエスキリストは神様のところにおられ、神様のところで見聞きしたことを証しされるのだというのです。神様の御心、神様の御業を天において見ておられた御子イエス・キリストが私どもにそれを知らせ証ししてくださるというのです。それは聖書を通して御子主イエス・キリストから示されることで申しますならば、神様はその一人がお与えになるほどによう愛された、そのような神様の御心と言ってもよいと思います。神様が罪を繰り返す人間を、神の民をどうにかしてご自分のものとして取り戻そうと決心され、御子主イエスキリストを使わし十字架につけられるほどに愛し抜いてくださった、その神様の御心を主はご存知で証しし告げ知らせてくださった。そしてその主が証ししてくださったことはまさに神様の御心、神様の御旨そのものだったというのです。34節に、神がお使わしになった方は神の言葉を話される、そう書かれています。神がお使わしになった御子主イエスキリストは神の言葉を話されるのです。そしてすぐに神が霊を限りなくお与えになるからであるとあります。今日はペンテコストを祝う主の日です。聖霊が私のところに与えられたことを感謝するんです。聖霊というのは何か不思議な力ではありません。そうではなくて、霊というのは生きて働かれる神様のことです。ここでヨハネによる福音書は神が霊を限りなくお与えになると言っています。この限りなくという訳ですけれども、これは計りに入れないで、計りで計らないでお与えになるという言葉なんです。霊の計り売りじゃないんですね。この人にはこれだけ霊を分けてあげようというようなことじゃなくて、そうじゃなくて計るんじゃなくて丸ごとそのままにお与えになった。だから新教堂訳聖書ではそれが限りなくと訳されているんですね。ですからここで言われていることは、生ける神様が御子イエス・キリストと本当に一つになっていてくださる、
そして御子イエス・キリストが語られた言葉は神様の言葉、御子イエス・キリストがなさった御業は神様の御業。そのように神様は生ける神として御子イエス・キリストといつも共にいてくださり、一つでいてくださる、そのような方が私たちのところに使わされたんだというふうに聖書は告げ知らせるのです。そして35節で、御父は御子を愛してその手に全て委ねられた。先ほど申しましたように、この御子が語る言葉は私の言葉、この御子がすることは私の技、そのようにご自身をこの御子に委ねられる。そしてそれと同時に、ご自身がなそうとする技についてもこの御子の手に全てを委ねられる。そのような御子が私のところに使わされたのです。だからこの御子の証を聞き、この御子の証を信じることができたらば、神様の御心、神様の御業を知り信じることができるのです。しかし32節で、この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない、そう言われるのです。その前に31節で、地から出るものは地に属し、地に属するものとして語るというふうに言われています。ヨハネによる福音書では、地という言葉と世という言葉が出てきます。世という言葉には、これはもう主イエスキリスト、神様と敵対して、どうにかして神様の御心を損ねようとする、そういう世、罪や闇の力が力を振るっている世という響きがありますが、地というのはもうちょっと違って、私たち人間がそこで生き、そしてそこで生きることある限界としている、その地上ですね、地ですね。この地のことはある程度わかるけれども、それを超えたことは理解ができない、そういう地に属するものとして私たちは語る。その私たちの中にはバプテスマのヨハネもきっと入ってるんですね。あるいは今の教会の牧師もそうです。一生懸命説教をする、一生懸命語る、神様について語る、でもそこにある一つの限界があって、地に属するもの、地から出るものとしか語ることができない。それでもその地に属するものが御霊によって神様に用いられる。本来は地を超えたものを語り得ないような地に属するものが、なお主イエスキリストを証しする器として用いられる。しかしそもそも32節で、主イエスキリストがせっかく神様について証ししてくださるのに、誰もその証しを受け入れないというんです。しかしパッと読むと不思議に思うのは、33節ですぐにこう言うんです。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。というと、証しを受け入れる者というのがいるように思うんです。ですからこの箇所についての学びをすると、何人もの人が誰もその証しを受け入れないと書いてあるけど、この誰もっていうのはほとんど誰もという意味なんだ。そして今も教会に集うキリスト者は少数、多くの者がせっかく主イエスキリストが告げ知らせてくださる神様の救いの御業を受け入れない。でも少数の私たちだけは主イエスキリストの証しを受け入れることができたものなんだ。そしてその証しを受け入れる者は神が信じてあることを確認したんだ、そのように読み告げ知らせるのです。しかしここで誰もって言ったらば誰もなんじゃないかと思うんです。
主イエス・キリストが証ししてくださった神様の不思議な御心、その証しを誰も受け入れない。ある人がこの箇所の解き明かしをするときに、旧約聖書のある出来事を指し示すのです。それは出エジプトの出来事のときに、モーセに導かれてエジプトから出ていったイスラエルの民が神様に対して文句を言うんですね。お腹が空いた、喉が渇いた。そしてこれままでは喉の渇きで死んでしまう、水を与えてくれ。そのようにモーセとアロンを通して神様に訴えさせる。そうすると神様が岩から水を湧き出させてくださる。出エジプト記の27章では、神様がモーセにその杖で岩を打ちなさい、岩を打つと水があふれ出る。民数記の20章の方では、岩に向かって言いなさい。ところがそう言われたのにモーセはそこでも杖で岩を打つんですね。神様が言われたようにしないで、なんか岩でを杖で打ってそこから水を湧き出させようとする、そういうモーセの不信仰というものがそこに現れていると言われたりします。どちらにしろ本来はそこから水が、命の水があふれ出てくるなどということはないはずの岩に、主の言葉が触れ、主の御手が触れるときにそこから水が湧き出てくるのです。その神学者はこのヨハネによる福音書、今読みました御言葉に触れる中で、その旧約の出来事を思い起こすように指し示すのです。私たちは誰も皆主イエス・キリストの証しを受け入れることのできない固い岩なのです。ところがその固い岩に、御霊なる神様の働きにおいて主の言葉が触れ、神様の御手が触れるときに、私たちのために十字架についてくださった主イエス・キリストのその御業が私たちに触れるときに、水など出てこなかったはずの岩から水が出てくる。証しを受け入れて信じる信仰なんて出てこないはずの私たちからその信仰が出てくる。それは誰も受け入れないという人間の姿と、それでもなお神様の恵みによってその証しを受け入れるものが生み出されるという奇跡と、その二つのことが与えられているのであります。ですから33節で、その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。主イエス・キリストの証しを信じて信じる者は、自分は他の人と違って主イエス・キリストを信じる信仰を与えられた。それを何か自分の手柄のように誇るのではないんです。そうではなくて、信じることができない、自分の中から信仰なんか出てこないような岩であるこのような私にも、神様が御手を持って触れてくださり、御言葉を持って語りかけてくださり、こんな私の中から信仰の水を湧き上がらせてくださった。神様が真実の方なんだ。主イエス・キリストを使わせてくださり、十字架におつけになり、そしてどうにかして私たちを神の民としてくださろうとする、その神様の真実の中で私たちが信じるものとされた。そのような神様の誠を確認するのです。36節に、御子を信じる人は永遠の命を得ているが、
御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる、そう語られています。ここで示されているのは、私どもに与えられているのが神の国の約束であるということです。神の国の約束がやがて成就するときに、本当にここからは水があふれてこないだろうと思われる、そのような岩から御霊の働きにおいて信仰の泉の湧き出てくることを信じます。その神の国の恵みを先取りして、今私どもは主イエスキリストの証を信じるものとされています。その恵みを感謝しながら御国に向かって共に歩んでいくものでありたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御霊の働きにおいて、私たちが今あなたを信じる信仰を与えられるとするならば、それは本当に驚くべき恵みであり、感謝しきれないことであります。その恵みのうちに共に歩むことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌352番。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。